何のご用ですか？住み込みの募集って聞いてきたんですけど。旦那、蒸発しちゃったのよ。え、それから全く連絡ないの？私たち、お互いのことを何にも分かってなかったのかもしれないね。じゃあちょっとお聞きしますが、人を分かるってどういうことですか？本当のことなんて誰も知りたくないんだよ。自分が何者かをなぜあの子に伝えない？取り返しのつかないことになったらどうしよう。奥さん。誰かの心の奥底に触れた時、本当の思いが溢れ出す。私も嘘をつくことあるよ。